小学生の頃からバントを極めてきた男が、まさかの、はい、どうも、こちらのです。皆さん、9月入りまして、おそらくもう今年の一番暑い時期は過ぎました。自分、今年の夏、守備の状態は例年より良かったんですよね。まあ、もちろん熱中症みたいな感じの状態の時もあったんですけど、まあ、なんか雑なエラーみたいなのがなくて、守備範囲もそこそこ取れて、守備の方が良かったんですけど、バッティングも去年、年末にワニクラに変えまして、結構そのチームメイトからも、あ、大井君これ合ってるねみたいな声を結構もらいまして、実際に今ファール打ちやすくなったり、詰まらして逆方向落としたりっていうのもかなりヒットありました。もちろんここで満足できないので、自分ですね、新しいギアを使ってまたレベルアップしていこうと思います。それがこちらです。ミノルマンさん監修のペンタゴン、まあ野球ギア、バッティングギアですね。これまでうちのチャンネルではミノルマンさん監修のヘッドランバット、ゲットラインバット紹介してきました。今度実打可能のこの特徴的なグリップのバットということでですね、今日は実際にこちらを使いまして、どういう感覚得れるかやっていこうと思います。で、先に言っとくと、大人用とジュニア用があって、自分今回ジュニア用にしました。っていうのも、高校生とか大学生とか社会人硬式の選手で900とか800後半のバットを使ってる人はいいと思うんですけど、83自分短く持ってるんで、あ、じゃあこっちかなっていうのでこっちにしました。で、これを長く持つと多分試合と同じぐらいになるんですよね。カラーもめちゃめちゃかっこいいんですけど、初打ちということで、あと実戦も打ちます。ミノルマンさんはこれでライトスタンド入れてましたんで、ちょっと自分もこれやってみてですね、どういう技術取得できるかっていうのをお伝えしていきます。じゃあやっていきましょう。今日はまあ最初普通に打ちます。いつも通り。まあ今自分いろんなバット使いましたけど、結局今緑ワニを使ってますね。ちょっとまだ赤は慣れてないんですよね。まあロンティはこんなもんでしょう。じゃあペンタゴン、長く持つといつもの試合にかなり近くなります、長さが。で、まあ、グリップの下が太いんで落ちやすいのは確かですね。こうちょっと下に、振ったら普通のバットです。ただこけしバットってあったと思うんですけど、ちょっと落ちますね。落ちるっていうか体から離れないと思います。まず、あ、全然野球ギア感なく、普通にバッティング練習で使うバットですね。ちょ、ロンティーは少なめにしときますけど今日。体の近くを通っていく感じですね。まあ、ティーはこんぐらいにしましょう。遠くに行かないで、ずっとこの体の近くになる感じですね。普通のバットと同じ感じで触れる。まあ、ティーはこんな感じです。はい、というわけでちょっと画質悪くて申し訳ないんですけど、実際にバス戦で打ちました。1個前のフリーバッティングもそうなんですけど、この野球ギア感がないので普通にバットでバッティング練習をしてるって感じなんですよね。なのですごくこう感覚を覚えやすいかなって思いました。バットと近いので、で、まあグリップがこう先行してくるんで、勝手にここで1個落ちるというか、少しグリップが落ちてくる感じっていうのはありましたね。まあ、素振りだけでも全然いいと思うんですけど、やっぱりこう前から来るボールを打てるっていうのがいいポイントかなと思いました。体の近くから出てきて、あと実際に打てるっていうのがこのいいポイントですね。
で素振りの時はちょっと強度を上げるというか、フルスイングする感じで振りました。やっぱり出力が落ちちゃうとダメかなと思って、そのグリップから落ちてくるけどみたいな感じで振ってました。この落ち、やっぱり振ってると勝手に落ちてくるっていう感じはすごいあります。で試合では自分83短く持つんで、これをこういう感じで練習では持ってます。最近はまだ4日目とかですけど、こういう感じで。というわけで週末の試合で使ってきました。実際にペンタゴンで練習した期間っていうのは4日間ぐらいですね。4日間ぐらい振り込んでます。ランナー1・3塁のケースで初球ボール、2球目も外れてボール、ちょっとこれスクイズもあるケースだったんで、この構えを入れながらって感じですね。これで入ってストライク、2ボール1ストライク、これは打ちに行ってます。外れて3ボール1ストライク、結構的を小さく絞って打ちに行くつもりです。サインはノーサイン。はい、これ打ちますが、まっすぐ刺されてファールボール、まあ、三振しないようにっていうのでポイントは近めにして逆方向狙いでしたね。次のボールがこちら、まっすぐ打ってファールボール、さっきよりはちょっとポイント前になってます。でここでサインが出ましてエンドラン、ランナー1・3塁で3塁ランナースタート。はい、これはですね、まあ、ペンタゴンも関係ないんですけど、いつも通りの自分のバッティングでもうめちゃめちゃポイントを近づけて詰まらせるっていう、これは結構できたかなって感じですね。はい、続きましてランナーなしのケース、先頭バッターです。ピッチャー左に変わってます。ちょっとこれシュート系、はい、ずれてボール、高め、これが変化球、決まってストライク、外いっぱい。3球目、これもカーブ打って、これがファールボールです。風に流されてレフト線ファール、追い込まれます。そこから低め、これはちょっと引っかかった感じですかね。ボールで平行カウント 2-2。 5球目、こちら打ってファールボール、これちょっとカメラ危なかったですね。で同じく 2-2 からのこの変化球、これをレフト前ポテヒットみたいな感じでしたね。これ結構グリップ残ってるかなって感覚もあったような、ないような。はい、続きましてこれ別の試合なんですけど、2打席目、ついにその打席が訪れました。ランナー2塁だったんでしっかり引っ張ってランナーを進めたいなと思って、ちょっと踏み込んで打ちに行ってますね。セカンドゴロ、ライト前狙いの3球目でした。こちらがですね、持ってるとかなしでリアルに6年ぶりの柵越えホームラン、かっこ人生2本目です。1回なんか助っ人でカーブを捉えてライトオーバーってなったんですけど、ちゃんとこう柵越えするのは人生2本目だと思います。これが果たしてペンタゴン出てたのかは分かりませんが、かなり良かったので、ちょっと今後もですね継続して使っていこうと思います。変わらず守備とバントを極めていきます。今日の動画は以上です。よっしゃ、あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。かさついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの小大2本セットを1名様にプレゼントします。使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチに鬼つかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、ただ左右で帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。ノーノーNo, no, 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 my life. No, my life.
ねえプーよっしゃ